はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、ここ最近非常にこの毎日寒い日が続いているかと思うんですが、ちょうどね、いちご農家さん12月からこう収穫が始まって、この1月っていうのは一番体がね、こう疲れやすいので、ぜひね、体調管理に気をつけてください。この寒い時期にですね、この収穫で忙しいっていうところで体はすごく疲れてるかと思いますんで、しっかりとあのいちごの管理もそうなんですけど、体の管理の方もしっかりしていただければと思います。で、今日の動画のテーマの内容なんですが、吉村農園ではね、今シーズン葉面散布だいぶ細かく行ってるんですね。もう最低でも週1回はどのハウスも葉面散布をしております。で、その中で葉面散布をするのはいいんですけど、この肥料焼けっていうところですね、この肥料焼けによってこんな感じになっちゃうよっていうね、まあ悪い例なんで、反面教師として今回ご紹介させていただきます。では早速いってみよう。はい、では本日なんですが、吉村農園ではですね、葉面散布ね、今シーズンは特にこまめにちょっと行っていることもあって、その葉面散布をする中で、まあ、気をつけるべきポイント、まあ、あの薬害ですね、まあ、出ちゃうこともあるんで、まあ、そういったところの、まあ、ポイントですね、ちょっとご紹介よろしくお願いします。はい、こんにちは。何でも液肥でも葉面散布でも一箇所にね、たくさんやると薬害がどうしても出ちゃう。早い話、肥やし焼け。だから、いつの時代もね、化学肥料でも何でも、やりすぎちゃうと、こういう現象が起きてきます。はい、ちょっと見ますね。こういうふうにね、葉っぱの周りが枯れる。はい。これはね、植物はそんなに一度に吸えるもんじゃないんですよ。これも同粉地で背負い同粉でかけるときに一箇所だけバーってね、出だしのときやったり、残ってるから、ああいいや、もったいないからかけちゃおうっていうような浅はかな考えでやると、こういう風になっちゃって生育が止まっちゃうから、はい、ほら、そうですね、これ、はい、どうしても葉面散布あたりはね、適用量より少し薄めの方が私はいいと思います。で、はい、回数を多くして、だから、一番いいのは朝やって、あったかくなったら、いちごが動き出したら吸うっていう感じで、温度もある程度ハウスの中高めにしていかないと、今年はいちごの方の生育も悪いから、そうすると、廃カビなんて入っちゃうんで、いう場合が大変ですから、そういう時のために葉面散布で葉を硬くしたり、カルシウムを上げたり、でうちあたりも2種類アミシャワーとライムショットかけてるんですけど、そういう時も適用よりは少し私は薄めでやってるの。なんで薄めでかっていうと、こういうことが起きたらば全体にこれがねなっちゃったらくじけちゃうじゃん。だから、はい、こういうことは絶対にならない。それには薄くやればならないの。回数はある程度やってもいいんですけど、薄く、はい、適用より薄くやって全体にかければ、一度には吸えないんだから。いちごでも植物は全て豆に少しずつやっていくと、糖度効いてるって切らさないで植物に吸わせてあげて、いちごを元気にさせるっていう基本のこと、人間でも何でも同じなんで、基本のと体がね、大きくなりたいして、一度に牛乳をたくさん飲んだらお腹壊しちゃったりしちゃうのと同じで、毎日毎日のことを考えて、朝やった方がいい。朝やって晴れてきて、暖かい時にちょうど吸い上げるっていうような感じで、だから雪とか雨が降ってる日は葉面散布もダメですね。そういうのが基本っていうことでお願いします。はい、で最後になんですね、こちらのハウスに来てますん で、はい、ですね、ちょっと様子なんかも、はい、やっぱりね、奥手の品種なんですけど、たくさんこういう風に、はい、ちょっと寄ります。そうですね、やっぱりこういう風に上がってくると、やっぱりね、あ、次のやつがっていうことで、これも栄養がないとやっぱり大きくならないから、温度帯と液肥、水分、これは基本ですから、あとは怖いのはダニ、うん、2回目のダニ、クーダニを入れたんですけど、どうしてもね、定期的に見ていかないと、やっぱりね、ダニの方が強い。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、
はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、液肥をかけている中の肥料焼け、まあ肥料焼け してしまうとあんな感じになってしまいますよっていうね、この反面教師していただきたい動画になりました。いかがだったでしょうか。やはりですね、この肥料焼けしてしまうとなんか葉っぱの周りがこうちょりちょりになってしまって、あそこから一旦生育止まっちゃうんで、あんな風にならないように葉面散布する場合、まあ、固形の、ね、肥料とかあげる場合も何でもそうなんですけど、やりすぎ良くないんですよね。非常にいい液体とかその液肥とかもやりすぎは何でも良くない、まあ、適量ですね、やっていただければなと思いますので、ぜひ、ね、気をつけてください。この葉面散布の場合っていうのは、やはりこうバーッと最初にかけようとすると、最初の液肥がねバーッとかかりすぎてしまうとあんな感じの現象になりますので、最初の一発目にかけるときはどっかの外にちょっとバーッとちょっと出してからかけ始めると非常にいいかなと思いますが、そういったところも参考にしてみてください。では次回も動画撮ってきますので、ぜひご覧ください。最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは、吉村農園の吉村です。1月に入りとても寒いんですけど、ビニールハウスの方はとても暖かい。それでイチゴの方も真っ赤にいろんな種類が赤くなってきました。糖度の方もだいぶ乗ってきました。皆様のお越しを売店の方で待ってます。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、昨日がちょうど1月15日で、いちごの日っていうことで、栃木県のね、真岡の普及所の方でね、イベント、あと商工会の方が、イベントをね、いちごの、いちごでイベントを開いてくれて、チケットや何かの半券、安くしてくれるような半券を、出してくれたんで、お客さんの方がたくさん来てくれたんで、本当に嬉しかったです。やっぱり1月15日ってちょうど語呂合わせもいいんで、いちごの日っていうことで、来年もやったああいう企画でね、ちょうど吉村農園の近くはね、ちょうど北山駅っていうとこがあるんですけど、そこをいちごの駅って観光協会の方で書いてくれて、このシーズンだけはいちごの駅っていうことで、今のところ出てる看板がいちごの駅、日本でもなんか珍しいみたい、いちごっていう風な駅で、無人駅ですからね、なかなかね、お客さんの方にはね知名度がないかもしれないんですけど、まあ素晴らしい企画をやってるんで、去年一昨年ぐらいからやって、だんだんに知れ渡ってきたら、あの看板で写真を撮って、くれると嬉しいなと個人的には思ってるんですけど、やっぱりね、行政の方もいろいろコロナで農家もねいじめられてるっていうことで助けてくれてるんで、お客さんの方もね、お客さんも喜んだし、私たちも喜んで、ちょうどウィウィの関係になって、昨日はね良かったなと思いました。皆さんもね、やっぱりね、一人では何にもできないんで、協力し合ってね、お客さんのためになることや町のためになることを考えていきましょう。よしよしよし。はい、ではですね、次回の動画の予告になります。次回の動画なんですが、1月の19日配信になります。まあ、今までですね、吉村のいろんな品種を作ってるんで、いろんな品種の生育状況を見てきたんですけど、この時期特にですね、いちごがしっかりなってるいちご、まあ、なり込んでるいちごの品種をね、ちょっと見ていきますので、ぜひぜひご覧ください。では次回の動画もお会いしましょう。よろしくお願いいたします。